この手で守ってみせる。兄上がいれば心強い。沼田城正面はすでに北条軍が固めている。これでは大叔父へと合流できません。私が敵の目を引きつける。その隙に雪村は城の裏手より入城するんだ。敵が動いた。裏手から沼田を目指すぞ。あのれあやつを討ち取るのじゃ。開門。真田は絶対に許さない。まずは邪魔な阿蘇砦と森下砦を落とすわよ。砦は沼田の守りの要。何としても死守するぞ。ゲーモン。当選を。真田の鏡、ウルを潰せば混沌はなお深まる。私一人倒したところだ。真田は揺るがない。倒されるつもりもないがな。でよかった。真田の名、怪我さずに済んでよかった。あと一息よ。ガンガン攻めてやって。急げ。混沌は深まった。真田の戦、これに見よ。面倒をかけたな。北条に沼田を奪われぬためにも踏ん張るぞ。加藤丹波守討ち取ったり。加藤殿が撃たれた。ここもダメだ。逃げるぞ。よし、今が攻め時よ。全軍突撃。敵の大軍が迫っております。
だけの大軍であろうと、また落とさせはせぬ。迎え撃つぞ。心強いお言葉です、大御神。されどここは我らにお任せを。のみまだ与田信繁がおる。信繁さえおれば反撃は叶おうぞ。罪であるな。信行、雪村、最後の仕上げとせよ。
い、北条なんぞに沼田は渡さぬぞ。沼田城正面はすでに北条軍が固めている。これでは大叔父上と合流できません。私が敵の目を引きつける。その隙に雪村は城の裏手より入城するんだ。裏切り者の小せがれか、返り討ちにしてくれる。皆の者出会え。開門。兄上の読み通り敵が動いた。裏手から沼田を目指すぞ。真田のな、怪我さずに済んでよかった。反応ない、あやつを打ち取るのじゃ。開門。沼田の守りの要、何としても死守するぞ。今引いてみせねばならん。なんと見事な海が真田の神だ。ゴルムを潰せばこの友の名も深まる。私一人倒したところだ。真田は揺るがない。倒されるつもりもないがな。目が覚めるようなお働きですな。開門。混沌は深まった。あと一息よ。ガンガン攻めてやって。急げ。すまぬ、面倒をかけたな。北条に沼田を奪われぬためにも踏ん張るぞ。加藤丹波守討ち取ったり。加藤殿が撃たれた。ここもダメだ。逃げるぞ。よし、今が攻め時よ。全軍突撃。敵の大軍が迫っております。どれだけの大軍、また落とさせはせぬ。迎え撃つぞ。心強いお言葉です、大叔父上。されどここは我らにお任せを。すまぬ、面倒をかけたな。北条に沼田を奪われぬためにも踏ん張るぞ。加藤丹波守討ち取ったり。加藤殿が撃たれた。ここもダメだ。逃げるぞ。よし、今が攻め時よ。全軍突撃。敵の大軍が迫っております。どれだけの大軍であろうと、また落とさせはせぬ。迎え撃つぞ。心強いお言葉です、大叔父上。されどここは我らにお任せを。
さよ。目が覚めるようなお働きですな。あと一息よ。ガンガン攻めてやって。行くぞ。攻めてくるとは、舐められたものだな。スマタを攻める敵を少しでもこちらに引きつけるのだ。うわー、ここで引けるか。砦にこもって兵を煽るだけ。北条の軍もたかが知れている。言わせておけば、その首洗って待っていろ。相変わらずしぶとい。こうなったらガンガン攻める気じゃない。ここに示そう。俺は構わぬも、いつまで持ちこたえられるか。この屈辱忘れぬぞ。さすがは兄上、鮮やかな身のこなし。撃ち取ったり。おびき寄り、やはり損ねるか。真田の戦、これに見よ。真田幸村、これにあい。あとは私、敵将撃ち取ったり。開門。これで沼田を囲む敵を挟み撃ちにできず。武士、北条にもはや勢いはない。あとは総大将の氏政を倒すのみ。まだ与田信繁がおる。信繁さえおれば反撃は叶おうぞ。どれだけの大軍が相手であろうと、ここを譲るわけにはいかない。罪であるな。信行、幸村、最後の仕上げとする。ここでも真田の調略が。撃ち取ったり。畜生、そのため姫様、すみません。藤間、あの城が落ちた以上、沼田の包囲を続けるのは無理よ。ここでおめおめと引き下がっては関東の民に顔向けできません。開門。藤間さん、せめてみんなを家に連れて帰らなくちゃ。真田の戦、これに見よ。教えて。
その場しのぎで裏切りを繰り返しているとはお考えになりますか。こんな簡単な相手なら苦労していないわ。良き敵に巡り会えた。サラダの名、怪我さずに済んでよかった。好きにはさせん。サラダの名、怪我さずに済んでよかった。これで北条は沼田を諦めてくれるでしょうか。だといいのだが。父上、家康様は何と？北条と和睦したそうだ。徳川と北条が？さもあろう。家康は西からの秀吉の脅威を恐れておる。北条などにいつまでも構っていたくはあるまい。羽柴秀吉殿、明智光秀殿、柴田勝家殿を破り、信長公の後継として力を伸ばしているお方ですね。北条もまた我らに敗れ、これ以上の泥仕合は御免被りたいのであろうよ。ならばこの地での戦は収まったということなのでしょうか。そうは参らぬ。家康め、和睦の条件として勝手に沼田を北条に譲り渡しおった。沼田を？それは北条はよほど沼田が欲しいと見える。家康は返しを用意するというが。いかがなさいます父上。言っただろう、沼田を北条などにくれてやる義理はない。しかしこれは徳川からのいわば主命では。上田の築城を急がせよ。父上。
雪村様。おお。はい。最高です。それはいい。雪村様、ご苦労様でございます。はいはい。雪村、困ったな。おお。良い武器は良い品が入っております。ご武運を。雪村様。おおおおお。
うお、ご覧ください。忙しい忙しい。ホラ貝はありますかの。ホラ貝をお持ちのようだ。触り心地がすごい。触り心地がすごい。惜しい音色だ。惜しい音色だ。触り心地がすごい。惜しい音色だ。ホラ貝を頼みます。ホラ貝はあり。ホラ貝をお持ちのようだ。ホラ貝を頼みまする。出陣する。貫き通す。真田の戦、共に示そう。何か有用なものがあるか。
体少しは楽になるか。雪村様、忙しい忙しい。はい。おや、雪村様。異常ありません。なんと。おう、我らは上杉に着くぞ。な、身勝手な領地召し上げなど応じられるものではない。徳川家康、頼むに足らず。父上、お待ちください。それではあまりに。あの忍びは連れて行ってよいぞ、雪村。お前に懐いているようだしな。は？にゃ？まさか、父上。半端な人質では我らが真を得ることはかなわぬ。父上、それは一体。雪村、お前には上杉へ行ってもらう。はあ？
役目ですかな。雪村、人質のお役目は過酷だが。兄上、お気遣いありがとうございます。けれど、いえ、だからこそ私が行かねばならない。それは分かっております。そうだ、父上がおっしゃる通り、我らが信を得るには。はい、父上にはお考えあって決められたことならば、私は命を懸けてその務めに当たるまでです。我ら真田の旗印、六門戦は三途の川の渡し地に、それすなわち不釈神明の心意気、もののふとして命を惜しまず働いてこそ。雪村、手を出せ。兄上。半分では私人になりませんが。つまりまだ死ねぬということだ。兄上。命を捨てることが真田の心意気ではない。私はそう思う。父上もきっと同じようにお考えだ。父上が。そのことを忘れぬよう、こうして私とお前で半分ずつ持っていよう。兄上。息災でな。兄上も。雪村様。馬がご入り用ですか。また寄ってください。出陣する。貫き通すわ。私は雪村様の忍びだから。私は死にに行くのではない。上杉との橋渡し役となるため赴くの。必ずまた生きて上田の地を踏めるようそなたも頼みとしている。雪村様。はい、頑張ります。Ah!
なん？そなたは？あんた、サスケではないか。息災にしていたか。はい、どうもお久しぶりです。安土では満足に礼も言えなかった。改めて。いいって、いいって、そんなこと。違った、そうじゃなくて。真田幸村様、どうかこのサスケを家来としてお召し抱えください。はあ？それは願ってもない申し出だ。よろしく頼む。え？そんなあっさり。ちょっとちょっと雪村様、こんな得体の知らないやつ。何を言う。サスケには恩義がある。腕も立つ。何も問題あるまい。ありがたき幸せ。雪村様の忍びは私だけなんだから。そう言わないで、よろしくお願いしますよ先輩。先輩？ほう、なかなか首相だね君。うわ、ちょれ。あ、やっぱ絶対ダメ、帰る。仲が良くて何よりだ雪村様。行くぞ、先を急ぐ。はい、参りましょう。ちょっと、ああ、もう。頼みとなるものが増えたな。これで上杉でも安心して過ごせるだろう。私一人で十分だったのに。そんなこと言わずに二人で頑張りましょうよ先輩。良い武器は良い品が入っております。良い出来です。良い出来です。良い出来です。ご武運